奏者プレゼンツチャンネルクララ特別対談ということで、本日は装いをちょっと変えてですね、不走者の宣伝番組をですね、チャンネルクララでやってしまうということでですね、それでこういうのがはい、そうなんです。全部不走者の本で、スパで毎回関東ね、連載のニュースばかり時代の、はい、されてます勝谷正彦先生にですね、はい、ゲストにお招きさせていただいて、先生はやめましょう、先生、ね、じゃあ勝谷さん、はい、この間、はい、僕のサンテレビのですね、勝谷正彦賞というのに、さっきからいろいろ不吉なことがずっと不吉なことがどんどん、はい、何が倒れてるの一番、嘘だらけの、やっぱり中国ですよ。中国が今、はい、中国大使館から変な電波がここまで飛んできてますよ、絶対に、うん、何しろフリーチベットですからね、はい、ざまあみろ、はい、あの辺にゴルゴ13とかね、ちなみに今日収録日6月4日なんと、そうです、天安門記念日、はい、記念していいのが、いや、天安門虐殺記念日です。虐殺記念日、はい、南京大虐殺はありませんでしたが、天安門大虐殺は世界中が目撃しています。見てますよね。南京大虐殺はアメリカ人などを使ったプロパガンダででっち上げたもんで、20万人の死体全部積み上げたら城壁の中が埋まっちゃいます、うん、ありえないバカな話です。それに比べて天安門事件は、天安門大虐殺はですね、世界中のメディアが、はい、目撃していますし、うん、私の友人である今枝光一君というカメラマンが撮った銃口から火が跳ねている写真というのはですね、これはアメリカの雑誌の表紙を、飾っています。そういう天安門の日です。さあ、これ YouTube で流れているんですが、果たして中国の皆さんは、これを見ることができるでしょうか。無理でしょうね、二面派。勝谷さん、中国できるんですか。私、中国人大嫌いだからね、はい、どんな悪口言われてるのか、ね、知るためにですね、勉強しました。ちょっとだけね、もうほとんど忘れてますね。適正語として習ってるんですね、はいはい、やっぱりね、嫌いなものは覚えてないんですね。とてもここでも言えないような、罵り罵倒の言葉をいろいろと、知ってますけど、ね、ここはタブーないんで何言っても大丈夫です。いや私は韓国人と違って礼儀を守ります。韓国人はね、礼儀以下略、はい、さあ、それで6月4日なんですが、はい、なんか俺がだんだんまだ司会みたいになってきた。いやもう番組乗っ取っちゃってください。もう大変、はい、大変ですよ、天安門事件ですね、うん、まあ、今日がずっともう今日夕方ですけれども、はい、天安門見ているとですね、習近平政権はですね、習近平ですね、もう怯えているとしか思えないですね、うん、明らかに、1989年ですか、あれは89年の天安門事件の時よりも今の方が人権抑圧が、うん、ひどい、そうですね、と思いますね、うん、で、実はね、今日この後の憲法論議にもつながってくる、憲法って言いますの、うん、ダメダメ売国憲法の方ね、はい、につながってくると思うんですけど、実は天安門事件というのは世界に大衝撃を与えましたと、はい、それで今シリアなんか、まあ、シリアはオバマが腰抜けだからあんなこと結局ようやらんかったけども、うん、まあ、市民に銃を向けるっていうのは、うん、近代社会で一番やっちゃいけない。そうですね、これは問答無用、今日の話も出てくると思いますけども、うん、軍人が軍が軍であるのは軍服を着ていて、うん、はい、それはもうお互いプロだから、うん、やり合っていいということで、それでも大東亜戦争と支那事変の頃はですね、うん、支那人は卑劣にもですね、便衣隊というのを作ってですね、便衣、要するに私服で、後ろから刺しに来たと、うん、で南京で多少のトラブルがあったとすると、それはあいつらが全部軍服を脱ぎ捨てて、うん、一般人の中に潜り込んだから、 それを相当しようとしたというのは確かにあったかもしれないということだけど、うん、それはルール違反なんだから捕まえるのは当たり前な話、うん、そういうわけで一般人に銃を向けるというのは、まあ、もちろん一般人に銃を向けるのは最大、史上最大規模にやったのはですね、ヒトラーとですね、はい、それから大東亜戦争の時にアメリカですけどね、そうですね、原爆ドカンドカンに日本中を焦土とかして、うん、非戦闘員を徹底的にぶち殺したということをやってのけてくれたわけですが、まあ、それを天安門で、ごく最近で、まあ、シナも野蛮国ですが、まあ、ほどほどでかい常任理事国に入っているような国でやらかしたのは、天安門事件、そうですね、ですね、はい、だから当然世界は、まあ、しかとしたわけですよ、うん、で、制裁措置をした、はい、ね、ところが3年もしないうちにですね、真っ先に制裁措置を外したのが日本なんです。そうなんです。宮沢内閣です。そうですね、宮沢内閣、英語は上手だが中国、アメリカの犬ですね、はい、アメリカ総督は日本に駐日アメリカ大使ですけれども、うん、アメリカの日本総督は、はい、でその下にいる、手代おかっぴき、そういう感じの人でしたね、まあ、弁務官ぐらいにしておきましょうか、はい、宮沢総理でしかもあろうことか、はい、この時に中国の口車に乗せられて天皇皇后両陛下を言っていただいたと。これはひどかった。これはですね、まあ、今日の帝国憲法の話も出てきますが、はい、世界にとって日本の皇室はもう特殊も特殊、うん、並ぶものもない存在です、うん、その両陛下が
北京に行かれたと。人権抑圧国家に行ったと。行かれた。でもうそこまで日本が間を取り持つのなら、うん、勘弁してやろうって言って続々と制裁が、うん、解除された、はい、ね。実にこれが今の信濃横暴につながってるんですよ。そうなんです、ね、あのまま制裁を続けていたら、うんね、あの強心的な体制はガタガタしてたかもしれない、うん、でもっともっと日本はその人権派の学生たちに援助して、はい、であの中からですね、かつてのですね、1919年のですね、ロシア革命の時のように中から突き崩していけば、はい、今頃こんな尖閣だのですね、南沙の精査だの、それか、うん、ということにはなっていなかったかもしれない。そうだ、あれを機に中国が経済成長して、日本はバブルが崩壊して20年に及ぶ大停滞。あれを機に、要するに日本は甘いこと言ってれば騙せると。なんとでもなる。なんとでもなる。うん、その間に軍備を着々と、うん強くしていけばいいということでね。はい実はあの今のこの中国の横暴、今ちょうど、今日ぐらいから G7 がありますけれども、はい、そこでも話題になる中国の異常な行為というのはですね、うん、実はあの時のですね、大変申し訳ないが宮沢喜一というですね、どうしようもない訴訟のせいで起きたということを世界に対して私はここに謝罪するものであります、うん、賠償はしません賠償はしません、はいうん、それぐらい日本は謙虚だと、はいいうことなんですけれどもね、だから本当にだってあの時の強権的な李鵬、李鵬とかあの辺の連中がですね結局生き延びて、うん今のあのもう強硬派を築いてるわけですよね、はい、上海閥に連なってるわけですから、うん、だから本当に残念な事件でした。ちなみにあの中国人を日本語読みした後中国語を読みしているのはお前人の名前間違えんなよって在日中国人に向けてメッセージ発してます。いやいやひょっとするとあの中国のパルチザンを見てくれているかもしれない。そうそうそう、だから向こうにあえて伝えるために言ってるのかなと思ったんです。そうです、はい、あれは民主人生の人たち元気ですか、こんにちは、フリーチベットよろしく。フリーチベットよろしく、はい、3年前僕はウアルカイさんとも会いましたよ、うん、ウアルハイさんこんなに太っちゃってね、はい、見るか見えない。あの時あの天安門の女王あの女王と言われていた可愛いヒロインのチャーリンさんという人もね、うんこんなに太っちゃってねみんなアメリカにいるんですけどね、はい結局みんなエリートだったんですね、うんまあ、結局、まあ、亡命しちゃって、あの、そうなんですよ、太っちゃって亡命しちゃって結局で、そういう人たちはだから殺すと話がでかくなるから、うん別にその工作に送り込んで殺しもしないと、うん、逆に元気で生きてて何もしないまま太って死んでくれた方がいいんですかね。それでその代わりその残された人たちがかわいそうで、陰で何万人殺されてるかも分かったもんじゃないという情勢ですよね、うん、だから結局中国ってあのはっきり言って人何人殺してなんぼみたいな、毛沢東からしてあの始皇帝より俺の方が人殺してるから偉いとか、うん、そんな人じゃないですか。そうです、うん、だからあのだってお互い核の総合攻撃をしたってアメリカはお前にとも2億か3億で、はい、俺ちは13億だからこっちが勝つか考えてるのって言った。1億死んでもまだ10億そう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 。でももう1億死んでもまだ10億、いつまで経ってもまだ10億1億死んだらねあの大躍進で食料大生産で、ま、間違えた分帳消しになって、そうそうそう、あの餓死させなくて済むというぐらいの感じだったで、毛沢東それでその天安門やったあの鄧小平があの政権取ってすぐやったのが中越戦争で、戦争目的人減らしっていうとんでもないことやりました。中越戦争ですが、ベトナムが、はいこれ面白いんですけど、私のですね北京にいる情報員工作員からの情報ではですね、はい、まず今ね日系の会社でですね、うん業務に影響を期待している。なぜか、はい、社内メールを Google 使ってる人たちは通じない、はい、Google そのものを止めている、うん、ちなみに、私は中国行くと多分川に浮くと思いますのでですね、うん川にまずお姉ちゃんと写真撮られた後川に浮くと間違いなく、はい思いますので、行けないんですが、うん、一度だけ行ったことなんです。はい、何年ですか。4、5年前ですけど、はいこれは絶対に殺されないミッションで行ったんです、はい日本財団の笹川洋平さんのお供で行ってですね、行ってから帰るまで一度パスポート出さなかったという、うん、だから、まあ、笹川さんは立派な方だからすっごい直言しますよ、向こうにものを全部言いますよ、うん、ものを言うんだけども政治家のその辺の人間さが言ったらね勘違いするの分かる、うん、はいもうあの信号青にしてバーンですよ、うん、あの公安が前後と固めて、うん、それから空港の乗り換えでは全部裏に行くと宴会の席があって、うんタッパ180ぐらいのアニメに出てくるような美少女が軍服着てペッと帰ってたって、うん、ねでおそらくしてくれるということでそれで先生って言ってでやるんですよ。日本のその辺の当選1回か2回のバカでも、うん、で夜息になっていったら多分お姉ちゃんがいてパチッと取られておしまいなんですよ、うん、いくらここで言ってもいいとは言え
まあ首相になりかけてない人もね、そういう写真があるという噂もまあメディアでありますけれども、うん、まあそれはこれやで、その時行った時にだけど、まあ、それは唯一ですけれども、うん、なるほどそういう国かと、うんうん、痛感しましたよね、うん、今はちょっと入れないと思います。それで何を言いたいかというと、まあ、だから今その時ですよ、ハルピンから、はい、日本にメールしようと思ったら、はい、自分にコピーで自分のメールをこっちにコピーとして送っとこうと思ったら、勝山雅彦の中国からメールは届かない、うん、それから僕の名前検索ができない、はい、おここ名誉ですね、名誉です、はい、おいしいシェングチェにね、名誉です。いや、はい、そうなるほどそうなのかと。今それがもっとひどくなってて、うん、もう 6月4日っていうことです。いろんな葉っぱ64だから 8×8 の日って言ったりね、いろんな表現するんですよね、うん、はい、そういう裏表現、まあ、日本でもネットの住人がいろいろと 裏言葉、うん、わらとか使うけれども、はい、ああいうように言い換えてるのも全部検索できなく今なってる。そうなるほど。それともう一つはもうね、むちゃくちゃね、反ベトナム映画、はい、反ベトナムキャンペーンの放送が連日のようになる。あ、今。今。はい、で、一時の反日がすっかり姿を消して、うん、今まではもう映画というとね、憲兵がぐんと振り回してるというわけのわかんないですよ、はい、多かったですけれども、今はもう何か知らんけど、昔の中越戦争の時とかですね、反ベトナム映画ばっかりと。うん、だからこれ完璧に、今の 6月4日の空気抜きを、うん、ひょっとしたら最初は尖閣を狙ったかもしれないですよ。はい、だからしきりにちょっかい出してきてるんですから。なるほど。しかし我が政権を無視なるですね、自衛隊海上自衛隊と海上保安庁の前にですね、うん、なすすべがない、うんうん、で日本に来ているこれで今ところが一方で、制裁所って何やってるかって言ったら、2、3日前も突っ込んできて、はい、4カ所も今度はあれでしょ、ベトナムの海上保安庁の船にが穴開けられて、はい、で向こうも中国公船だから、うん、これはもう純戦争です、うん、どっちも、ね、ええ、どっちもまあ艦船がやってるわけだから、うん、日本にはあくまでも突っ込んできたのは実は工作船だと思うけれども、はい、漁船が突っ込んできた、はい、でこのことは国際法的に非常に大きい、意味が全然違う、ね、全然意味が違う、うん、で日本にはちょろちょろちょろと周りはするにしても、例えば武器を追っているカバーを外さない、だけど政策としてはもうもろに武器をカバー外して威嚇してる、うん、わけですよ、うん、だから切り替えましたね。あ、それに尖閣で空気抜きしようと思ったのは無理になってきたから、向こうにベトナムの方、でもそれだけじゃちょっと軍が、空気抜けないから、はい、空で近づいてきたよ、この間。なるほど。30メートルまで、うん、あれ危ないんですよ。こっちプロペラ機だから乱気流巻き込まれたら海南島事件になりますよ、昔の。そうですね、うん、中国のアメリカ情報収集機とね、はい、中国とかやって、でアメリカはその乗組員十何人が人質に取られたというね、うん、非常に情けない事件。向こうは中国は一機落ちて一人死んでるって言ったけど、こんな分かったもんじゃないですよ、死んでるから生きてるからって、うん、でも本当中国のやってることはもう100年前と全く進歩ないですね。中華ナショナリズムで、はいはい、最初はイギリスボイコットやって艦砲射撃食らわされて、次ソ連に行ったらスターリンに返り討ちにあって、 そして日本に満州事変し帰ってきたっていう、うん、まあ、あの時日本は思いっきり喧嘩買っちゃいましたけど、あの時の反省をしてもう来るなら来いよって性質を保ってたら向こう行ってくれたっていう。そうですけど、ベトナムは気の毒だから。ただ日本はですね、海上保安庁 の上の方に人に聞いたら、ベトナムをこうぶつけてきている艦船のビデオを全部押さえてほしい、あれは日本が教えたらしいですよ。あ、なるほど。とにかく回せと、うんうん、それから僕はちょっとベトナム人に進言したのは、プレスツアーを載せろって言ったら、はい、ちょうど今実現して朝日や読売の記者が乗って、うん、ただ軍事音痴だか何が起きたか全然分かんないんで、くだらねレポートを書いていて、うん、朝日の今日の外新聞なんかのコラムで、夜酒を組み交わしたとか、大丈夫か、自分軍艦の上で酒組み交わしてると思ったんだけどそれがいかにやばいことなのか、だからベトナム海軍弱っちんだっていうのは分からない人たち、うん、副参謀がね、夜になるとイカを釣ってくれるんだって。ダメじゃないですか。それを新鮮に探ってね、でウォッカでみんなで乾杯したっていうからね、うん、でも中国もおそらく似たようなもんだと思いますよ、うん、なるほど、うん、かつてまだ沈まずや庭園やの頃ですね、うん、あ、はい、日清戦争、日清戦争の頃ですね、まあ、世界最大規模の軍艦だった、軍艦だったわけですよ。ところがですね、欧米の艦船武艦があそこに乗り込んだら、廊下で中華鍋で煮炊きをしているそれからそこらで運行をやっているということで、うん、見た目はすごいけども中はむちゃくちゃという情報は当然日本の連合艦隊も入っていたということで、はい、あれはまあハリコの虎だと、うん、ハリコの虎といったらですね、今の遼寧という空母も、はい、そうですか、ワリアーグさん、ワリアーグさんですね、はい、カタパルトを持たない空母という、うん、ジャンプ空母というですね、そうそうそう、ヘサキが飛行ジャンプ台のようになっていて、あそこで勢いをつけて
飛ぶと。で飛行機が本当に飛び立っただけで本当に飛び立ったんだって感動されたその映像は流れてるけどその前いくつポチャンと落ちるかわからないそうそうそう中国のあのあれですよねあの宇宙船と同じですよね、はい、うまくいった時は映像が流れるけど、うん、何人裏で死んでるのか全然よくわからないよくわからないということで、うん、我々はあれですね空母っていうのはねあの降りてきた時にですね、はい、ワイヤーに引っ掛けてそれでズシンと止まるんですね、そのでも耐えられるワイヤーを作れていないから、うん、あそこでも何隻何機そのままポチャンと落ちてるのかわからない、うん空母は空母単独だけ持ってても全く意味がなくて、うん、守る潜水艦それから護衛艦で10隻以上の大艦隊を作って、うん、で初めて外洋に出てこれるんですけれども、うん、そんなもの全然持って、ないのできっとした中で、あの見えない見てないだけ飛行甲板でその中間辺りに2隊もしてるかもしれない夜になったら屋台が出てるかもしれない、うん、飛行甲板に、まあ、はっきり言ったら港から出ちまえばこっちの海上自衛隊航空自衛隊、まあ、日本海を尖閣で再現できますからね、はい、そうです、うん、だから正々堂々とやったら絶対勝ちますんでただ問題は中国って歴史上一度として正々堂々とした戦いをやったことがないやったことがないですこれが問題ですよねもう卑劣な手にかけたら世界一ですからねこれは僕ねずっとあの政府にも自衛隊関係者も言ってるんですけどもとにかく原子力潜水艦を8隻ぐらい持ちなさい、うん、これが大事、うん、で今日本の潜水艦技術はもう世界に冠となって、うん、ところがこれ完璧にですね携帯電話と同じガラパゴス進化を遂げていて、はい、悲しいことに、うんなぜか昔の原子力船陸奥のトラウマでこれも憲法9条と全く同じ、うん、一度なんかちょっとあちっちゃった事故があるとあのもう厚物にこりて生酢吹きまくるという、はい、頭の硬直化、はい、原子力空母を持つって言ったらバカなこういう球場バカなですね、はいそれは非核三原則じゃんバカかお前、うん、非核三原則っていうのはあの原子爆弾ね、はい、核兵器についてのことでとても何でも日本って、ね、武器輸出三原則で何でも三手つけるんだよバカがね、うんうん、あの猿って3つ3までしか覚えられないからね、はい、三手つけるんだけど見ざる言わざる聞かざる毛が3本だって猿はね、はい、で非核三原則って非核三原則で原子力船を持っちゃいけないなんていうことは、うん、原子力推進機関の船を持ってることはどこにも書いてない、うんどこにも書いてない。じゃあ原発反対その時言えよみたいな話ですね。そう。それなのに、それなのにあのだってアメリカさんのですね、うん、原子力空母や原子力潜水艦が日本を守るために入ってくるだけに、うん、で写真撮って大騒ぎしてるバカがいっぱいあるだけいますね。いるわけだけど、うん、もっとだけどその日本は遠慮して持たずに来たんですよ。うん、持たずに来てどうしたかって言ったら通常型で世界一潜っていられる潜水艦を作っちゃった。うん、スターリング機関って言うんだけども、うん、どういう仕組みか分かんないんだけれども。浮上して普通は空気を入れなきゃ潜ってられないんだけども、3日も4日も潜ったままいられると、うん、いや本当に、うん、あの現場の自衛官ってすごくてそうですアメリカとあの向こうが源泉でこっちがディーゼルであの演習やったらこっちが勝っちゃったみたいな、うん、だからその人が書いてる本は自衛隊海上自衛隊が世界一弱い38の理由みたいなやっぱりあの本当現場のモラルは高いのに予算もつけないわ法律憲法を筆頭に法律が全然整備されてないわでその丸腰であの行けみたいないやだからあの書いてらっしゃるけど、はい法的あれもなし、うん死んだら祀られるわけでもなし、うん軍法会議もなし、なしなし尽くしでそれでいじめられてずっといじめられて、うん、おにっこのように言われてきたながら、はい、あれだけの士気を維持している軍隊というのは、うん、ないです世界本当に奇跡の軍隊ですけどでもそれに頼り切ってて今後も100年200年持つっていうのはいけないっていうだからあの本題に入りますとその五権派っていうのは五色を一文字でも変えたら九条を変えることにつながって戦争になるっていうで彼らが70年間勝ってきたじゃないですかそれに対して関係派は何でもいいから九条を中心に日本国憲法の条文を変えさせてくれってやっぱり条文にとらわれてるんですよねだからある日本の歴史文化伝統ってなんだって話があってじゃあ今後日本をどうやって運営していくんだって話が憲法論議なのでそう日本国憲法の条文が頭にこびりついててその条文をどうやって変えようかって議論を五権派論外として改憲派すらそれしかしてないだからまさに憲法論議こそガラパゴスなんですよそうなんです本当あの独自の進化を遂げてしまって、はい、そうじゃなくてもっと大陸とつあのガラパゴスそうじゃなくて大陸の方に行こうよ大陸とつながってもっと広い世界を見ようよということで、うん、世界にはこれだけの種類の憲法があると、うん、例えばイギリスのようにちゃんとした成文憲法じゃない干渉法的な憲法もあったりとかですね、うんはいそれからで、ね、せいぜいねそのボン基本法とかですねアメリカの修正条項とか、うん、それからなんかどっか南の方のあの南米かなんかの島の変な球場にいたようなのある小国があるっていう三から月影系のバカンばっかり住んでるような国があるとか、うん、その3つか4つぐらいの例をいつも出してきて憲法憲法憲法って言ってるでしょ、うん、それ憲法っていうのは一体どうやってできてきたものなのか、うん、憲法ってのは一体何なのかとねそう憲法10なんですよあの倉田さん書いてる、はい、憲法10なんです、はい、で国家が滅びるっていうのはね領土を問われるよりもひょっとするとね占領されていくとあの憲法を奪われるんですそうなんです国家のアイデンティティというのは憲法10なんですそうです、ね、
イスラエルのように領土がひょっとしたら復活できるんです、うん、しかし憲法典を取り上げられた民族はそれは民族として一回滅びたと。そうなんです。いうことで日本は幸い、これがまたね逆効果的なところまで、いやこれは不敬だから言葉を選ぶけれども、うん、幸い皇室だけは残ったんです。ギリ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 国体は誤字だね。誤字だと。だから日本民族は滅びなかったんですよ、うん、ね、それを守りきった。そうなんです。その代わり帝国憲法はもうもう抹殺されて、抹殺されてしまう。ということはあれで日本民族が滅びたんです。そうなんです、ね、ある意味で、ある意味アイデンティティで、はい、ところがこれまた滅びたっていうと左巻きのバカが喜ぶんですよ、はい、8月革命説とか。そうそう、よくわかんない。8月15日に革命が起こした、革命を起こしたのは朝日新聞だけじゃないか、うん、あんなに180度昨日まで鬼畜ベーって言ったら平和の光って言って ね、うん、ね、そうですね。朝日新聞って戦前もできて以来常に2派が対立してて、うん、あの大正時代って左派と極左がいて、で昭和初期になって満州事変が始まると、あの左翼が右派になって 極左が極右になって、でそれまたあの敗戦で逆になってるみたいな、うん、もう一回あの右右傾化するかもしれないですね今ね。だけどね、はい、あのボスニア・ヘルツェゴミナって融合状態になってて、ええ、あのページとか記事によって違うの。そうなの。そうなの。中国こんなに横暴、ベトナムの海見た、危ない危ない、集団的自衛権反対、そう戦争に巻き込まれる、そう軍艦の足音が響いてくる、巻き込まれてるじゃないか目の前のベトナムが。いや一番笑ったのは天聖人語でパク・クネのことを、あの前の大統領みたいな無礼なことをするなみたいな、あなたはパク・チョンヒさんの娘だろみたいな、そう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 、あんたパク・チョンヒのことどうおっしゃってましたっけ。もうね何言ってるのかね全然わからない。錯乱してて楽しいですよね。錯乱してる、うん、読むべき新聞、うん、朝日新聞かなと思って、うん、もう社内で派閥構想がもろに出てますもんね。そう本当、逆にあの毎日新聞一面の見出しが池田大作先生じゃないってただそれだけですよ、うん、本当、波を放連できようって毎日ね唱えたくなっちゃうね。いやでもねこの間ね、はい、とうとうあれで朝日新聞の一面で、ええ、公明党に聞いたらこう言ってるってね。そう、しかも創価学会に聞いてに行って、今日それもぜひ聞きたいんだけれども、はい、政教分離というのは、はい、政治と教団が結びつくのが一番いけないんですよ。そうです。もっと言えば政教分離してる国なんてありません、うん、まあ、無理やり言うとフランスみたいな超軍国主義国家ですね。あそこだけ先進国なんかで変だから今スカーフ問題とかでね、そうそうそう、うん、大変ですけど、あるけどもアメリカ大統領がこうやって宣誓するんですから、そう、それがすごい大事なことで、うんうん、いやなんで政教分離が出てきたかっていうと、教会が政府政治を乗っ取ってたから大変だったんで、うん、まさにだけどあの自民党が連立政権を組んでいる公明党というのは、うん、信濃町が政界を乗っ取ろうとしてるわけなんだから、はい、国立会談作ろうって言ってるんだから、そうなんですよ、皇室まで否定してんだから、そうだから、こう本当公明党に自民党は頭上がんないですもんね今。ダメですよあれは、うんうん、いやだから組織で助けてもらってるから、そう議席数同じだけ維新とかみんなが来てもダメだわみたいに、うん、もう自民党がね大変な状態になってて、だからここにもありますけど保守とは保守の心得の中でですね、はい、それは保守じゃないんですよ。そうですよね。そういう、まあ、それはね己のね政界利権を保守してるだけ。そうそうそう、単なる保身であり組織防衛、ね、そうなんですよ。ちょっとじゃあ救助っていうか戻ります。はい、救助の話で、はい、で結局あの集団的自衛権って今話題になってますけれど、うん、実は私以外で集団的自衛権なんか特訓こうしてるって言ってる人探したんですけど、勝谷さんだけでした。あ、そうなんだ。はい、他の人はだから勝谷さんいろんな面、私のとは違う面から、まあ、NATO とあの弾薬 の、うん、あの互換規定があるとか、うん、そういうことを挙げられて、だって日米安保条約を締結してること自身があれが集団的自衛権に、そうなんですよ、他ならないじゃない。だからこの前あの小林施設って昔自民党の改憲論のイデオローグで今民主党にすり寄ってる人が国会で、あの基地提供は集団的自衛権じゃないんですかって聞かれて、いや違いますみたいなこと言って、集団的自衛権は外国に行って外国の軍隊を助けることだみたいなこと言って、じゃあ基地提供って個別的自衛権なんですか。いやいや、日本あの世界中でですね、まあ、NATO のあれでドイツなんかに若干のあれあるにしても、うん、他国の軍隊をですね事故に駐留されてさせてるのは日本国だけですから、うん、堂々と。そうですよね。だから集団的自衛権はもう世界で最も行使している国だと思います。そうなんですよ。しかもあのお金まで払ってますからね。そう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 、いや、うん、普通家賃取るでしょ、うん、なんで家土地貸してお金払ってるんですか。そんな大家さんいないですよ。あれはですね、賃貸契約してですね、手付けも売ってるのにいかないですね、はい、鍵もらってないみたいな状態ですよ。そうなんですよ。とんでもない話で。でね、こういうつまりですね、救助を含めてですね、国際ルール、つまり国際的常識に外れた国っていうのは、危ないんですよ。そうです。ある意味で国際法上の北朝鮮なんです、日本は。
つまり、みんなそういう国際的なもう顔と顔見は、特に軍人はですね、反射神経動きますから、はい、同じルールの上でないと、うん、あれですよ、ワールドカップのところにバット持って乗り込むようなので、そう危ないですよ。いや、俺このボールでやるから、俺このボールでって言ったら、はい、出てけって話でしょ、うん、野球の硬球で投げていいですかって、死んじゃいますみたいな。そういうことで、で、うん、俺もう、ほっとくらね、高橋さんまで言っていいですか、田島さんといつも不毛な論議をしてきたんで、ね、ようこちゃん、うん、はい、お話し合いすれば、北朝鮮じゃ来たらどうするんですか、うん、いいですか、町内に住んでいて、町内みんなやっぱり、日の用心して、お互い鍵をかけましょうねってお互い言い合っていると、うん、ね、ちょっとガードマンも頼もうかと言っていると、したら、いいのよ、私は、私、信用してるから、いいのよ、私、鍵なんかかけないわ、うん、世界はいい人たちばっか、町内いい人たちばっかしだから、町内民の構成に依存して、私は生きていくわーってシャンソン歌ってると、歌ってると、ところがこの町内がね、またちょっと立ちの悪い地区になっちゃってね、ちょっと麻薬ってラリってる隣周り、人質取ってね、麻薬子供がさらってきて、ね、麻薬取ってラリってね、偽札ってるね、極道で、しかもこれね、ちゃんとした極道ってちゃんとはしてないんだけど、もっと大きな、ね、本家や裏に死なってことなんだけども、その二次団体のね、キム・ジョンウン、しかもそれから、ね、3代目でね、まだ先代や先々代はね、まだ極道としてはね、それなりのね、形式もあったんだけども、はい、もうただのどうしようもないやつで、うん、なんすか、おじきを機関銃で殺して、火放射器で焼いちゃう人だから、もう極道の風上にも置けないやつ、そう、ね、うん、それがね、わわわわ言ってるんですよ、うん、それでもうね、来たら話し合えばいいだよって、ばば勝手に殺せればいいけどね、周りは迷惑だよな、そこで火でもつけられた日には。うん、そこで昔、西村慎吾さんっていう人が、防衛政務次官の時に、某辻元清美さんに、そんなこと言うんだと、お前が強姦されたって、守ってやんねえぞって言ったから、だからあの人は失脚するんですよ。だから、ね、田島さんは辻元さんをね、しようとする人がいるかどうか分かりませんが、まあそれでも仮にそういうことを考えるのが安全保障の問題なんです。つまり、そうしたら、だからアメリカっていう警察官はいつもちょっとチラッチラッチラッとこうやって見てなきゃいけないから神経もすり減らす、うん、本当は極道の本家に捜査ガサ入れたいんだけども、うん、まあ、またあそこに危ない場合がいるからこっち見てるわけですよ、はい、ね、だから交番置いてんですか日本に。でその交番をいつ出てけとか肝心要な時に使わせないとか、まず金日成が核開発しそうになった時に日本の細川内閣と韓国のキム・ヨンさんが基地貸さないみたいなことを言い出して、それ結局空爆できなくてこのざまじゃないですか。そうで基地って交番の周りに人間の鎖とか言ってさ、うん、ね、しかも地元の町民じゃないんだよ、どっかから金もらってきてるやつらがこうやってね、はい、それとかさ、おまわりさんの前にさ風船あげて入れないようにしてるとかって、公務執行妨害で即逮捕だよ警察でも、本来なら本当は、うん、危ないじゃない、基地に飛行機降りない、オスプレイ降りないように、うん、ねえするなんて。いや本当そう、でももうね、いつもこうやって一般常識に落とし込むんだけど、はい、そうするとみんな黙っちゃう、うん、おかしいでしょって言ったら、うん、だから立間さんなんかはその話し合いで通じない時どうするのって言ったらどう答えるんですか。黙る。ああ、またそうやって私をいじめるのっていう。ああ、そっか、それだ。その手があったからテレビだと、地上波だと。そう、それで三宅さんが、亡くなった三宅さんが、はい、黙んなさいって言って、それで話が落ちるという、もう歌舞伎のようになってたね。なるほど。俺、私が出て最後の、うん、最後の、ね、伝統芸能みたいな、ね、伝統芸能、朝日新聞の俺にやっぱり築地踊りって本がね書いてますけれども、うん、伝統芸能ですからね、もね、はい、うん、でまあ、その集団的自衛権、安倍さん一生懸命のめり込んでものすごい資源を注ぎ込んだわけじゃないですか、まあ、はっきり言えば大軍勢による大出兵みたいなもんじゃないですか。それが結果として限定行使で、しかもポジティブリスト的に行使していい条件をまず並べといて、それでもやりたいときは法律を作るって、つまり法律作って認めていくっていうことは、公明党が OK って言ったときだけ行使していいって話ですよね、これ。軍隊っていうのはですね、僕ね、本当ずっと言ってんだけどね、日本人はね、何が一番ね、こうあるって、戦後70年間ね、ずっとその軍事を勉強してこなかった。軍事を知らずして平和は語れないの。そう、もっと言ったら経済を語らずして軍事も語れないわけ、うん、で経済と平和も裏表なわけ、うん、ね、さっきここに載せた上映さんなんか書いてますよ、はい、過激な本で、うん、それもしかして負傷者から出てる、国土と安全は金で買えるっていう本ですね、うん、はい、もうあんな身も蓋もないタイトル、いや、どっちかといえば国土と安全は金で買われてるような気がする。そうもうすでに買ってる部分も思いっきりどこぞの品々が買い漁ってますけどね、うん、そう、これも非常にいい本で、あの人には月がある、うん、ベトナムとこうなってる時にちゃんとベトナムのことを地政学的に入れてるということだけども、うん、はい、まあそうなんです。だからわからないのよね、その軍隊ってのはどういうものかっていうのを知らない。僕はもう子供の頃は軍事オタクですから、もうとにかく父親は陸軍、あの、理系学校出た
元陸軍主計少尉ですから、はい、子供の頃からシナ人の朝鮮人は信用するなの一言、うん、もうそれで叩き上げですから私は、うん、そうでだからもう子供の頃は軍隊ばっかし、うん、昔はねだけどねゼロ戦ハヤトをねテレビやってくれたりとかねアニメの決断とかね、はい、やったりとかね結構身の回りにね軍事小説とかね、うん、軍事漫画あったのに、ね、途中からピタッとそういうのもなくなって、うん、もっと高等無形なですねそのガンダム的なものがあなるほど、ね、自然界の高あたりが最高とかは良かったですよね、うん、で日本はね平和の国だとかね子供愛国教育だったけどね、うん、あのアニメで毎日むちゃむちゃ戦争してぶち殺しちゃってるじゃないのね、うん、宇宙空間でそうなんですいやだから結局まともな戦争映画を作れないからああいう形でやるしかなくてそうだから本当はまともな戦争映画を作ってればもっとみんなねあの軍事に詳しくなってるはずなんだ そうすると軍隊っていうのはどういうものかっていうと、うん、軍隊っていうのはやってはいけないことは決めるべきなんですそう、ね、日本みたいに今何やってるか集団的にやっていいことをいちいち決めてるんですよそういやだから身動き取れないですよね、うん、シナ人というか人民解放軍はこっちから先に発砲するなってだけやっていてあと何やってもいいって言うんで本当にやりたい方でやって、うん、もうこっちから先に発砲する以外のありとあらゆる悪事を働かせてこっちから先に発砲しないのもシナ人の時と同じで要するに相手のせいにするというあの悪巧みのためだけでしょそうはい、うんそうなんですよ。どうするとね、さっきも言ったように軍隊って反射神経の組織ですから、うん、いちいちですね、うん、あのなんか事態が突然不測の事態が起きるわけですよ、うん、その時に、マニュアルこうやって見てですねちょっと待って、うん、撃っていいよ、うん、死んでるわそんなものそうなんですよ。だから本当いちいちそのソマリアに海賊が出ましてこれ撃っていいですかとかあこういう場合いいんだとかあまずいみたいな目の前艦がいないと何もできないって目の前の艦船が攻撃されているちょっと待ってあの船日本人乗ってんの乗ってないのどっちって言ったら確認してる間沈みますよねそれあ沈んだらもう非常に恥ずかしいみっともない話ですよね、うん、だから最低限の国際法はですね例えばねあの戦前の日本の軍人は全部頭に入ってたから、うん、日露戦争の時もですね、うん、沈めた軍艦の船をあれ全部救う、はい、命がけで救ったという、うん、ロジェトウィンスキーという相手の司令官までちゃんと救っちゃったというね、うん、国際法的にもう本当に尊敬を集めて、うんいたんですよね。だから騎士道で国際法ができたけど武士道が思いっきりそこに当てはまってそうもう騎士道以上武士道の方がすごかったっていうだからね本当にねあの今朝日新聞毎日4つか5つの例を挙げて、はい、こういう時はどうするのって、うん駆けつけ警備って当たり前だろう友軍が撃たれてるところに駆けつけなかったの、うん、このままいつも言うんだよ倉さんが歩いてさ暴漢に襲われたらいや俺は親にさ禁じられてんだよな友達助けるのなちょっと思いっきり友達関係終わりだでしょでも自分が襲われている時は助けてねそう単なる卑怯者なんだ何でも助けてくんねえんだよとかそう、うん、ねいつも怒ってるじゃねえかみたいな本当それが日本ですよねえ、うん、もうやりで怒ってるだ俺って、うん、ねうちのほら一部屋貸しちゃってるしさ、うん、そばどんだいや大丈夫さいやそうでしょ、うん、だけど自分は助けないうんうん、ありえないでしょ人間関係としてそうもうその瞬間日米安保は壊れます、うん、いや本当はシャレにならなかったのが、うん、その拉致問題、うん、あの安倍さんが3月5日に国会でそのいろいろ日本国憲法を検討したけれどもあの自衛隊を特殊部隊とか派遣して助けに行くことできないんであの米軍に助けてもらうようお願いしたってこれ後で失言かなんかにしちゃわないとまずいまずいいやだから日本国憲法なんか検討したらそれはねあのできないって結論が出るのが普通なんですそれをどうやって解釈で助けをしなきゃいけないかそうだからそこで安倍さんが言うのは本当はさ逆で助けに行けないんですよって憲法を変えましょうって言わなきゃダメなんですよでどうせ変えれないんだからじゃあ今の状況で変えれるようにあ助けられるように解釈変えるっていう話だ命がけでグリーンベレーがさ拉致被害者かとか方々救出してさ帰ってくる時の船や飛行機を護衛できるのかできないのかくだらない話になって話になるでしょうよさすがアメリカもバカじゃないんであの彼らって親分面してますよねいつもでも子分に離反されちゃ困るからこそ日本人が拉致被害者を取り返しますって言ったらアメリカは同盟国として最大限支援するって言ってるんですよね、うん、ところが日本がいやうちは戦いませんよアメリカさんお願いしますって言ったらそれはアメリカは戦えないですよ ね現行の法制化でねあの自衛隊に犠牲は出てほしくないんだけれども、うんただしその駆けつけ警護をしなきゃいけないようなとか、うん、あれ集団的自衛権を本当に切羽詰まってやらなきゃいけないような事態はね、うん、これ一度起きた方がいいと思う、うん、つまりどういうことかって言ったら拉致犯罪が発覚して、うん、一気に日本の世論は北朝鮮にして変わるそうですあれは一瞬にして一夜にして変わりました、ね、日本人っていうのは怖い正直言って、うん、あの調子だから、うん、一夜にして真っ赤さまになるわけだから、はい、だから本当に何かが起きて、うん
で世界中からに対して恥をかけば、うん、もう恥は一度、恥は一度でそれで憲法も変えられる、国が変えられるんだったら、俺は本当一回会った方がなきゃ分かってんじゃないかと思うよね。うん、いや、うん、あれ2002年9月17日ですよね。でその年の秋の大学生っていうのはもうこれ戦争してでも取り返さなきゃってみんな言ってたんですよ。うん、そう国士舘大学ってところですけど、で翌年ちょっと特殊ですけどね。うん、で翌年になるとその特殊な国士舘大学でもう拉致被害者ひどい、取り返さなきゃいけない、でも戦争だけはダメって。大学1年生行ってるんですよね。ということは左翼はその子たちが高3の時にどういう教育をしてたかと、あの手口に学ばなきゃダメですね。プロパガンダだよね。いやだから結局憲法っていうのは生かすな、あの憲法がハードウェアだとしたら憲法点が教育がソフトウェアなんですよね。片っぽだけってことはありえないんですよね。本当いやだから今どういう状況か、だからもうあの朝日新聞もね、うん、ちょっとマシなのはその現場にいた司令官たちの悲痛な叫びをね、うん、はい、載せてくれてますよ。うん、僕はサマーは、僕は武雄にも行ってるしサマーにも行って、まあ、サマーに行った時は死にかけましたけれども、うん、サマー行った時にね、はい、イラクのイラク、僕バグダ、はい、バグダとかにね、あのヨルダンのアンマンから入る途中でね、あの武装集団に襲われてね、九死に一生だったのよ。ここに銃つけられてカチ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 撃沈とかまだ今耳に残ってるぐらいで、カーネットカメラ撮られたぐらいで助かったんだけど、あ強盗に襲われたの、ね、強盗に襲われた、強盗じゃないのよ、要するに外国人殺したい人たちなのよ。あアシュラーっていう祭りであいつは酒飲まねえし女の子もできねえから代わりにね役決めてるんですよ。だから目がギラギラしててさ、でなんかこんなガラスにこう持ってこうやってってきて、だから絶対に学校に分かんないように四駆のでかい車でこうやって伏せって言ったんだけど、運転手はグルだったみたい でコラムにして襲われるっていう、まあ、恥ずかしいニュースになって、こっち共同通信が書いてたけども、で死にかけて、その時は向こうでは一緒に動いたのはあの橋田慎介さんという人、小川幸太郎君っていうのと、うん、それから僕が3人が愛知の車でずっと、うん、あのチクリットまで行って不正が見つかった穴とかね、うん、どこも行かねえからさマスコミは卑怯者が、うん、いいよ行こうよって言って行ったんだけど、で俺だと俺先帰ってきたらその後その車ごと橋田さんと小川さんと運転手殺されちゃった。私だけ あれのって私だけ今生きてるという不思議な状況なんですけど、うん、あの時だけど思った、護衛つけようかなと思ったんだけど、あの人は憲法9条の国の人だから、諸国民の善意に頼って行った、うんうん、そしたら死にかけて、殺されてたらまだいいけども人質でもなってたらそれこそあのイラクのサンバカと同じでとんでもない迷惑を、うん、だから俺は一切救出するなって書いてきましたけどね、うん、俺はそんなの俺は自決するから一切心配するなって書いてきましたけれども、でもまあ政府としては動かざるを得ない、えらい迷惑かけるところだった、うん、で翌日ティクリと行くときにはもうそんな目にあったと、翌日もティクリと言ってたけど、うん、頼みましたよ、あのフセインの下で大佐をやってた男とその屈強な部下が前後こうやって、うん、あの荷台にカラチン横を持って帰って、でユーフラテス側におしっこしてると後ろから立ってくるああやはり軍備っていい、うん、自主防衛っていい、うん、心が豊かになるものが考えられると、うん、ね、あこれなしでずっと怯えてるほど人間がやっぱりダメになると、はい、もう痛感しましたね、貴重な体験で、うん、うん、ちょっと話し飛ぶんですけど、今の自主防衛って言葉死語になりましたね、うん、本当だね。自民党ってあの作る保守合同が目的じゃなくてそんな手段に過ぎなくて、保守合同をやって自主憲法を制定、自主独立で、しかも岸内閣の時なんかはもうあの安保改正っていうのは実は米軍に将来的に帰ってもらうためのものであって、だからいつまででもいてもらう話になってますよね。その通り、うん、だから自民党って存在意義何なんだろうっていうところを思って、すごい嘘つき だと思うよ。しかも日本国憲法のマッカーサーの落書きの条文をあの手直ししようって、そんなんとっくに終わってるじゃんっていう、うん、吉田内閣で終わりましたよみたいな話なんですけどね。一回さ拝見してさ、はい、何か不都合があるのかやってみたらいいと思う、うん、いや本当そうなんですよ。なんかあるんでしょうか。ないと思います本当に。だって自衛隊もだけどさ、他の憲法条項にしてもさ、というか選挙区のさ、はい、区割り一つさ、はい、裁判所が憲法元にやってるのにも直せないわけじゃん。そうなんです。それから25条にしたって何にしたってさ、全部さ、うん、結局司法が何か判断したって何も変わんねえじゃん。そう、金の都合で司法が最初から判決ねじ曲げるとか。そうでしょ。いや本当それ公明党なんかは、うん、そう家計とか言って今の憲法の条文人権カタログ並べようみたいなことばっかり言ってるじゃないですか、うん、環境権だなんだろうって、うん、じゃあ憲法点の条文に人権カタログをどんどん増やしていった、そんな人権がすあの擁護される素晴らしい社会になるんですかって、かえって守んないんだったら意味ないじゃないですかと思うんです。 あれですね、次の方のタイトルは、はい、憲法が役に立ったことがありますかってタイトルでしょ。
そうですね、日本国憲法全く役に立ってませんもんね。今まで一つでも役に立ったことがあったら、つまりお守りとしてでも、うん、あそこは球場があって立派な国だから攻めるのやめようって思ってくれた国があったら俺はちょっと、日本国憲法を認めるけれども、うん、いや一つもないですよね。それとか飛鳥戦になってます。それとか国民に対してさまざまな不利益を被らしているわけで、うん、国民で役に立ってことってありますか。いやそうなんですよ、結局あの人権派の人にこそ言いたいんですけど、うん、人権守ってないじゃないって日本国憲法、うんうん、本当に何のためにこれ守んのっていう話。公共の福祉優先しねえで自己中とあれであるモンスターばっかしかその辺のし歩いてるし、うんはい、公共の福祉優先してんだったらなんで三輪塚やんの声立ってんだよ、うん、そうなんです。あんなもんとっとと火つけてさ立派な滑走路作りゃいい話じゃん。まあ、火をつけなくても、本当にあの珍しいこの番組でも、いやちょっとひよってみました。面白いかなと思って。もうマッカーサー道路なんてさ、うん、この間何十年ぶりに通過したけどさ、あんなもん5年ぐらいでさできてたはずじゃない。中国見られないですよ、ブルドーザーで貧民の家ガーッと壊してずっと地上げ屋さんが、ね、はい、そんなもんリニアモーターカーだってシュッと仕切るはずじゃない、うん、公共の福祉ちゃんと憲法で優先したら、うん、ね。そうだよ、それから憲法25条だって全然守られてないじゃないの、うん、餓死する人がで、この文明語で餓死する人とか出てんだぜ。そう、子供の虐待する親なんてどうなるんだって、憲法何の役にも立ってないじゃないですか、なんですよね。そう、うん、いや本当、護憲派の人が平和とか人権とか言いますけど全然守ってないの意味ないでしょっていう話なんですよね、うんうん、原発の事故の後の後始末にしたってさ、基本的人権もクソもないじゃん、うん、いやだから原発の処理一つまともに進めらんないのに、あの環境権って書くこと何の意味があるんでしょう、うん、関係ないですよね本当、本当、うん、あれそもそも原発事故水素爆発の後スピーディーのデータを公開しなかったっていうのは、はい、基本的人権を最も根本から根底から踏みちぎって、うん、国民の生命財産を守れてないわけでしょ、はい、いやでも本当拉致問題もそうですけど、あそうそう、拉致問題なんて人権侵害の究極じゃないですか。人権侵害だし主権の侵害でもそう両方あるであるし、うん、主権と人権が侵害されたらすぐに本当は普通にまともな方やったら軍隊を出さなきゃいけない。そうもう本当総動員令出して話し合いで通じなかったらこれ戦争しなきゃいけない。で北朝鮮、あさっきあの加瀬さんが北朝鮮のがまともって言われました。私も実は同じことを言ってまして、あの国際社会から見た北朝鮮って自分の利益しか考えてないじゃないですか。だからあの自分の生き残るためだったら必死合理的なんですよね。日本って6カ国脅威でミサイル撃つな撃たせろっていう時に野田総理がうち増税したいんで帰らせてくださいってそうそうそう、さすが私増税反対散々言ってましたけどミサイルより大事とは一言も言ってないですからね、うん、うわ、あ日本の方が頭おかしい国なんですよ。頭おかしいよ。だからあの外交社会でまともにあの扱ってもらえないと、術語と文法が通じない会話が通じない国になってるっていう。でまあ増税のこととかでね安倍さんはまずいところもあるけどもさ、その外交に関して言うとさ、うん、あのねすごい安倍さん外交力あるって違う、これが普通なの。そうなの。だから普通になったからちょっとあの知恵遅れっていうか、今特殊学習って言えないね、学習支援学級にいた子供が一般クラスに来てダメな方だけどよくできるようになったねって言ってくれてる状態が今の、APEC だとかなんだとかの、そうそう、安倍さんで、あ日本やっとこいつ話通じるかもしれない、やっと会話が できる総理、会話できるよって、今むしろほら朝鮮半島の会話できねえよあのババの方がっていう話っていう話なってますよね。それで喜んでなんか一番あの新学校で一番になったみたいな気になってますよね。だからさっきまあ極道って言ったけども、その学校に例えると北朝鮮っていうのは今のやつちょっとダメだけども、うん、その前までは突っ張りだけど突っ張りには突っ張りの理屈があるから突っ張り論の中の文脈で話ができた、うん、ただ切れるから時々何するか分かんねえけれども、うん、警察に捕まるようなことはしない、そうギリギリ逃げる、ギリギリ逃げるということ。日本の方がずっと、うん、何してかすか、だからこういうやつがどうなるかっていじめられっ子になるんですよ。何してかすか分かんない、うん、アホの子。まずだから中国からまだ金取れるぞ、また金取れるでしょ、うんね、それで全然お前日本の属国だっただろって植民地だったろって韓国が靖国神社参拝しちゃいけない、何言ってんのお前、うん、関係ねえじゃん。ちょっとその辺創始国として一回あの制裁した方がいいですかね。いやいや締めた方がいいんですよ本当は。本当だよね、従軍慰安婦従軍慰安婦ってねえ、ね、うん、なんか従軍慰安婦と称される人たちはなんかあの給料でダイヤモンドとか買ってたらしい。そうだよ、性奴隷らしいですよ。そういうの40倍50倍の、ね、一般の兵士の、はい、あれ持って兵士はそれから命をまとにしていくんですからね、うんはい、それその給料なんだけど体を打ってそれ何十倍もらえたらね、すごいですよね。ダイヤモンド買える奴隷ってどこの世界にいるんだろう、ね、本当だよね聞いたことないですけどね、みたいな。あれあれですよ、うん、あの兵隊の方が性奴隷ですよ。
突撃一団持って、突撃一番持って、はい、あの慰安所の前にずらっと行列作って、1人5分ぐらいしかあれなんだから、ラーメン食べながら相手する慰安婦とかいて、そう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 、ちなみにそれはあくまでもご自身で商売で行かれた方でございますのでね。うんうん、身売りで行ったなんてね、結局日本政府が強制的にかき集めて20万人とかありえないですからね、うん、今もね、あなた町金で、ね、落とされる女の子の方がずっと悲惨よ、うん、そう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 、現役風俗ライターと言わせてもらうと、うん、でまあ、まだ現役なの、まだやってます。でもね、その世界でもね、女子高生のなりたい職業のベスト10にキャバ嬢が入ってるんですからね。世も末ですね。どうしてこんな国になっちゃったんでしょうかね。いや、だから本当、特攻隊の皆さんはそういう社会を作るために命を散らしてくれたんですかってことを考えましょう。いやいや、本当そう、うん、いや、憲法18条で奴隷制の禁止ってわざわざあの林間の奴隷解放宣言から持ってきて入れたじゃないですか。だったら、じゃあ、今、時給計算の派遣社員なのにサービス残業をさせられてる人は奴隷じゃないんですかですよ。本当ですよ。そういう問題、なんで護憲派が言わないのかって、それは不思議で、うん、で、改憲派の人もそういうの聞けば、絶対支持広がると思うはずなのに、言わない。だから憲法っていうのはそのすごい神学論争で、もう軍事とかそういうの興味がある人だけの話と思ってますけど、全然逆で、本当の生活を決める話なんですよ、なんですよ。さすが社会党のスローガン。いやいや、ああ、憲法を生活に生かそう。そうなの。いや、やつらが一番生かしてないんです。もう亡くなっちゃったけど、三宅坂にはいつもあの垂れ幕が憲法生活の中に生かそうって言ってましたけど、うん。お前らが一番生かしてねえよっていう。それが腹が立つんですよね。だから靖国神社に行くということはですね、うん、その英霊の方々に会いに行くのもだけれども、まさに、自ら恥じることなきかということをね、うん、国民一人としてはですね、うん、じゃあ自制しに行くところなんですよ、あそこは。そうです、ね、ここに亡くなっている方々に、ね、うん、恥ずべきことはないかと、うん、いうことで、特攻隊はですね、あれ、統帥の下道って、まさに本当に海の中が言ったようにですね、うん、選ばれてね、まあ、生かされた人たちもいるわけですよ。うん、それここにも書いたけど、だけど、例えばですね、関東軍というか、満州では、アンパンというのをね、アンパンの嫌いを持ってね、うん、でたかたか相手の戦車を格差させるためぐらいのことしかできない。うん、華々しくもない、だけど女子供を逃がすために飛び込んでいった人たちがいる、うんうんうん、それから最近みんな忘れてるけれどもね、セウォル号で本当に、まあ、はい、民族性が本当に露呈したっていうか、うん、もう気の毒で見てみるに足りないぐらい、うん、今度倫理法ってつくんだって、国民倫理法って、法律作れば倫理が高まるんですか。うん、国民倫理法って、それはちょっと韓国人に日本人として公式に謝罪したいと思いますね。本当、文字に書けば、うん、それが実現するなんてね、日本国憲法的発想の法律はね、韓国人に作るのやめてください、本当に。与野党を超えた超党派で今度提出して夏頃に成立するらしいんですけど、なんで韓国人で日本人のダメなとこもっと拡大して真似するんですか、毎回。それで、あとその、学生はね、倫理何パーセントっていうのを全部数値化するんだ。倫理って数値化できるんですか。数値化できるんだって。すごいですね。すごい面白い国ですね、本当に、うん、だから、まあ、見下されるんだよお前ら、うん、本当だよ、うん、いやだから本当だけどね、あそこまで、つまりあの船長がすごく特殊だったとかね、はい、そういう人って、まあ、時々何万人一人いるわな、うんうん、全部が全部ダメでしょ。例外的に、まあ、まともな人がいるっていう、例外的にまともな人がいるということ で、うん、で何言いたかったかって、例えばね、日本は大東亜戦争の時に海軍の軍人さんも大勢亡くなっているけれども、商船の、うん、船員さんが膨大な数亡くなっているんですよ、うん、そうですね、最後の頃はもう護衛もなしで、うん、アメリカの潜水艦に次々と襲われて、ちなみにそれは国際法違反です、原爆と同じです、はい、動員船まで沈めてくれてますから、アメリカは。そうですよね、赤十字とめちゃくちゃ仲悪かったんですね、うん、彼ら。そうなんだよ、当時。それからもう一個言うと、その今ので言うとですね、集団的自衛権、集団的自衛権って今の憲法の下で、日本は朝鮮戦争に参戦してます。してます。してます。嫌いの撤去できるかどうかとかバカな話してるじゃないですか。嫌いは、この間、僕もこの間初めて知ったの。はい、ペルシャ湾の総会艇で行った、あれはどう考えても集団的自衛権じゃんと思ったら、違う、はい。あれは落とし物の始末に行った。随分な理由ですね。戦争がもう終わってるから、あの嫌いは、落とし物だから処理できたそうです、うん、でも朝鮮戦争の先例は内閣法制局がなかったことも知ってますからね。ねえ、すごい歴史歪曲というか削除。海上保安庁のね、総会隊が行ってですね、うん、で戦死されてます、うん、それでこの殉難碑はですね、うん、コンピラさんのところに、あります、うんうん、安くに祀られてないん
あそこには連れてないんですね。つまり、そうですね。戦死さんできない。そうそう、戦争じゃないそうだからね。戦争に行ったんじゃないみたいな話にされちゃう。だけど、あの僕の知っているあの海の男なんかはね、四国を通るときは必ずそこにお参り。していますね、この間あのセウォル号のね、あれは南西航路を走ったんですけどね、それと同じ航路を走っているマリックスラインというの社長さん、この間僕の方のこういうウェブの番組出てもらったんだけども、彼なんかも必ずそこに寄ると言っていて、ちなみにセウォル号はそこで走った時は事故一つ、故障一つない立派な船だった、そうですよ、そう。いや本当靖国神社の問題でこれ絶対行った方がいいというのは、そう自分のために命を懸けて死んでくれた人をどういうふうにあのお祭りしますかと。いやそうお祭りしますかどころか石投げろみたいなのが今の日本じゃないですか。いやいやいや、まあそうなんですよ、もっと許し難いのはこの間大鳥居にね、犬畜生ってハングルで落書きされてるのが見つかったんですよね、絶対犯人コミンテルンですね。いや私だったらわざとハングルで書きますね、韓国以外の人間だったら。なるほどね、全部韓国人のせいにしますけど、まあ韓国人がやったのが何なのか分かんないですけど、まあさあ次何行きますか。あ次あ帝国憲法の、そう帝国憲法と今の憲法、今の憲法が問題だらけだっていうのは散々言われてるんですけど、そもそも帝国憲法って悪魔の憲法みたいにされてるじゃないですか。で、あの帝国憲法から見ると日本国憲法って頭おかしいんですけど、でも帝国憲法って語られることがなかったっていうことなんで、でも帝国憲法がなんでその言論界でタブーなのかが私はわからない。そうなんですよ。本当な、そうそう。だからなぜこういうチャンネルクラウドでやってるかと、前あの嘘だらけの日韓近現代史の時はニコニコ生放送やったんですけど、でそれで左も呼んでバランス取ってくれみたいに言われて、某与那覇潤っていうあの私の鍵口をツイッターで非公開で言ってるやつに呼びつけたら来なくて、でそれで誰出てくれるかなと言って勝谷先生しか出てくれなかったというですね。ニコせっかくあのドワンゴさん角川とね提携してね、カドワンゴになるんだから。いや嘘ですよ、今のは俺たまたま思いついて言っただけで。川上さん努力広いんだからね、もっとそういうのね、どんどん、そういうね、ウェブの世界までね最近自主規制が広がっていてよくない、ネットの意味がないですよね、本当。ネット界で地上波の悪いとこ真似したんだったら何の意味があるんだっていう。楽天の三木谷はクジラ売るのやめたし、許しがたい、日本文化ですよあれは、そうですよ ね別にね、てめえらがね、英語でしか喋らないっていうのは勝手だけれども、日本の企業だったらね、クジラは売ってくれないとね、一斉にだよ。全ての商店が閉鎖しちゃったよ。そうやって負けっぱなしだから永久に謝らなきゃいけない。しかし日本人だったらですね、あの教育直後とね、国会上のご正門とね、帝国憲法はね、知らなきゃダメですよ。そうですよ。だから帝国憲法の全文にあたる告げ文、ご公文ですね、と日本国憲法の全文読み比べてくださいって話。本当だよ。だ帝国憲法の全文ことお告げ文には、明治天皇がご先祖様に今までこの国を受け継いできました、これからも守ります、私は守ります、子孫にも守らせますっていうことを確認してるノリとなんですよね。で日本国憲法の前文っていうのはご承知の通り、私は悪いことをしました、犯罪者です、永久に入れ墨入れて生きていきます、もう二度と殴らないでください、許してください、右や左の国の皆様立派な方ばっかりでございますね、どうかもいじめないで、いじめないで、世界中でも悪いのは私だけですみたいな、どっちがいいんですか。そうですよ、しかも五箇条の正門はですね、広く会議を起こし万機心に決すべしってですね、堂々とですね、あの時代にですね、もう会議を起こすと、民主国家宣言なんですよこれは。そう、ね、民主主義っていうとなんか戦後マッカーサーが押し付けてきたみたいなんで、その言葉自体が嫌いみたいな、もう日本国憲法の民主主義ってすごい手垢がついてるんで嫌いなんですけど、佐々木総一博士っていう戦前の京大の教授の日本帝国憲法の権威の方、民主主義って言ってました、だから日本国っていうのは聖徳太子の時代以来みんなと話し合いながら大事なことは決めてきたんだ。そうです。だからなかなか決まらないぐらいで、そうで伊藤博文って帝国憲法を書くときに歴史の確認として帝国憲法を定めるんだって言いつつも、議会って日本開闢以来初めてじゃないですか。でも西洋のもの猿真似だからやるんじゃなくて、もう天智天皇のみたいな天皇ですらみんなの話を聞いて決めたわけなんだから、我が国の伝統なんだと言ってみんな説得してるんですよね。
だから議会を開いてないと文明国として扱われない時代だから、まあ、議会開かないってありえないんだけれども、でもそれはサルマネだからやるんじゃない、グローバルスタンダードを乗り越えるんだけれども、それは全部我々の歴史文化伝統から来てるんだと。そうそう、これが帝国憲法の精神、ね、よく伊藤博文その他はね、あの国柄が分かったね、日本っていう、そうなんですよね、国のね、あれやっぱりね、うん、あの大きかったのは、あの江戸時代の武士教育を受けて、 そうですね、その上に西洋の知識が乗っかってるからだと思うんで、うん、その世代が切れたところで日本はね、ちょっとねガタガタっときてね、うん、あの政党政治が出てきておかしくなったりね、うん、し始めるんですよ。そうですね。でね、あの要するにね、日本っていうのはおっしゃったように全部もうだからそれだからちょっとぬるいって言ったらぬるいのよ、外から見ると、うん、あのロシアやあの当時の清みたいにね、あの暴虐な皇帝が俺がやれって言ったらやるんだって言ってね、ぶち殺しちゃうみたいな、今の北朝鮮みたいなところじゃないんですよ、うん、だから逆にそうじゃない人がまさに異形の天皇、例えば後醍醐天皇みたいな方が異形の帝王ですよね、はい、うん、いやもう後醍醐天皇は散々悪く言われますけど、中華帝国に放り込んだら名君ですからね。そうです、だったら総額ですからね、うん、あの後醍醐天皇の根底にあるのはね、うん、それからあるいはもう白川皇后とかあの辺でいくつか本当の権力者と何人かいたけど、うん、それがだから世界史の中、日本史の中で目立つぐらいなんですよ、うん、そうなんです、ね、江戸時代だって将軍なんか何の力もなくて、もうそれで奉行所だって西と町と北町と2つ、東南北2つあって、皇太后たちやるっていうぐらい無責任な体制で、総理大臣が月ごとに変わるって、そうそうそう、臨時制、そうそうそう、か対応って非常時だけ対応ができるけど、そうそうそう、あとは老中がぐる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 変わるということでですね、はい、それぐらいそのみんなで話し合って、うん、まあこれはだからその村社会という農村社会がね、うん、あったから狩猟民族の命令系統とは違ってた。わけなんですけれども、うん、だから結局憲法っていうのは歴史文化伝統にのっとって、その中でどうしてもこれは確認しとこうっていうところだけ文字に残す、うん、あの帝国憲法を読んだことない人が多いって打ち合わせの時和也さんの方が言われましたけれども、帝国憲法に天皇制廃止してはならないなんてどこにも書いてないって知らない人多いですよね。だってそんなもう天皇制って言葉自体がコミンテルンが作った言葉だし、そんな本気で皇室を滅ぼそうなんて日本人まともな勢力でいなかったんですね、うん、帝国憲法を作った時には、だ当たり前すぎるから書かない、ところが今の発想っていうのは何でもかんでも書いとこうみたいな、うんうん、そうなんですよ、はい、それで、うん、あのもう女性土産が何だとかね、勘だとかね、あのそんなことばっかしずっと言ってるでしょ。そう、その保守と言われる人たちも、うん、いや僕はだけど天命があれば天皇家は続きますよ、うん、天命が、そうなんです。さっきあのお話した佐々木総一博士があの憲法改正限界論無限界論という中で、その通説はもう当然あの限界論なんですけど、佐々木博士は無限界論で、その憲法であの憲法改正で天皇皇室廃止なんていうことをしちゃいけないなんて決めれないって言ったんです、うん、その通り、うん、じゃあなんでそれ言ったかっていうと、あの左翼が勝手にプロパガンダして佐々木博士皇室を滅ぼすことも考えていたみたいなことを言ってるんですよ。全然逆で、その憲法典の条文でいや解釈でその皇室は廃止してはならないなんて言ったって、国民が天皇をいや皇室を見捨てた時日本が持つのかと、本当に国民全体がおかしくなってしまった場合に、あのそれで憲法の条文で守ろうとかっておかしいだろうと、でも本当に国民がそうなった時は日本は日本ではなくなると、いやそこはね、本当に日本が日本でなくなるんで、うん、どういうことかって言ったら品が来た時ですよ。そうですよね。それはペマ・ギャブロさんがあの、うん、本にしてますけれどもね、うん、要するに最終的には日本を分割して、うん、要するに、中国本土と一緒のところと日本あのウイグルやチベットみたいなことにしてしまって、うん、それであの言うのもそれを言うことながら、皇室の方々を処刑するっていう書類があるとペマさんが書いてるわけ、うん、だけど中国共産党の公式文書あります、うん、で結局だからそれコミンテルのやり方で、うん、でも本当に面白いと思うのです、今タイに対して仕掛けてるのはそれなんですよ。そうですよね、まさにそうでしょ。タクシン派の赤 あの、うん、カラーっていうのは、ま、モタクトの赤ですね。であの要するにあそこもうお年でいらっしゃるのでプンプンが、はい、要するに、なんとか王室を廃して共和制に持っていこうと、うん、している。それを本能的に察知してるから知識層やなんか猛烈にあれは反発してる、うん、そう。ネパールで成功したんだ、その2期目の土壌以降。そうなんです、ネパールでまさに王室がなくなってしまって、うん、毛派が出てきて、うんね、だから怖いんですよ。本当王室っていうのは、ね、中国の影響から潰せるんですよ。そうなんですよ。実は私、うん、比較憲法の教科書でですね、大、うん、憲法の項目を書いたことがありまして、うん、そうなんだ。いろんなことをバイトでやってるんですけど、バイトで書くからすごいですよ。いやで何を言いたいかっていうと、あのタイの憲法ってクーデターが起きることを前提にして作ってるんですよね。でそのサイクルっていう、クーデターが起きたらこういうふうにして元に戻すよってサイクルを想定してるんですよね。
だからタイってクーデターが起きてるのは日本ほとんど日本の乱闘国家みたいなものなんですよね、クーデター、うん、ところが今回のタクシンだけはあの毛沢東派なんで、もうそのある種自民党国体政治的な八百長が通じないと、うんうん、もうルール破っちゃうっていう、うん、暗黙の了解破っちゃうから危ないっていう、うんうん、だから絶対破っちゃいけないルールってあるんですよ、ね、うん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 、それを乗り越えてくるのが中国共産党であると。日本に対してやらないなんてどこにも保証がないです。そう、うん、これね、そう、内閣法制局にみたいなものに対抗できるのは言論だったって言論、まあ、数密に言論、数密に、数密に、はい、タイは数密に的なものがあるんですよ ね、 そうですね、その上院とか要するに王様の側近の人たちっていうのがかなり力を持っていて、はい、 そ、 ね、それがまあ一つのストッパーにもあってたんだけども、ちょっと今もう分かんなくなってきてますね。イギリスの王室に近いですよね、むしろ王様の側近がその政界と連絡を取りながら独自の財産持っててっていう現実の影響力をパワーを持ってると。帝国憲法は僕はよくできた憲法だと思うんだけど、いやそうなんですよ、何が悪いんだということなんですよ、うんうんうん、だけどその帝国憲法の下であの戦争が起きたことも事実なわけでしょう、うん、 そう、うん、そこはねもっとなんかね丁寧に検証すべきで、そこねすっごく乱暴な写真文とか、そうなんです、戦前は暗い時代で、うん、ね、で軍艦の足音が聞こえてきて、で軍人はなんかサーベルでこうやって殴る、だから軍人、要するに大東亜戦争末期みたいなのですね、もうちょっとねダメな軍人しか内地に残ってないから、そいつらがね教官やってるからね、うん、軍事教令なんかひどいことになってたわけなんですよ、そうそうそう、うん、最低な落ちこぼれが残ってるわけだから、うん、でその風景を要するにそのまま転写してるのね、うん、まるで社会中が そうだったかの、いや明治からそうだったんですかって話ですよね。違いますよ、明治の軍人は、明治の軍人はすごい尊敬されてましたね、あれ強かったからあれだけ勝ったんだ、ところが大正デモクラシーの頃なんてね軍人馬鹿にされてたんだよね。そうですよね、あの電車で席も譲ってもらえなかったっていうぐらい、むしろサーベルが邪魔だって切られてたっていう、そう、本当あれよ、大正デモクラシーの頃なんてもう本当朝日新聞が身に見えるぐらい左傾化っていうかね、うん、自由な時代、そうです、ね、満州事変が起きて軍部が圧力かけようと思って陸軍の参謀次長が朝日新聞に呼び出し帰ったんですよ。そしたらなんと参謀次長って会社で言えば副会長みたいなもんじゃないですか、うん、そしたらあの朝日は課長をよこして、うん、で任せてくださいって言ったら圧力かけれなかったってそれは記録が残ってる、それぐらい軽く見られた、そう軽く見てるし、なんか我々はスクープが欲しいだけなんですみたいな、そんな感じだったらしいですね、昭和初期の朝日って。で不買運動が起きて我々はスクープが欲しいだけなの、そんな邪魔なことするなみたいな、とんでもない体質ですからね。だからね、帝国憲法精神がよく分かっている、うん、まあ、言論が残っていたり、うん、なんかっていう頃は それこそタイで通密に機能していた頃は、ね、うまくいったんですよ、ね、ところが、まあ、大正デモクラシーを経てですね、まあ、軍が台頭して朝日だけで軍が台頭していってるとか言いますけど、うんね、その前に政党政治がですね、うん、非常に腐敗した政党政治、そうなんですね、どっかの国の今を見るような、うん、党利党略の政党政治に行く、でそこに軍がつけ込んでいく、それからそこに統帥権の問題も入ってくる、ね、ということなんですが、うん、統帥権の独立なんて実は帝国憲法どこにも書いてないですよね。書いてないで、結局運用の問題で、じゃあ軍部って言われますけど、じゃあもうそんな存在どこにもいないですよ。陸海軍が一致して行動したなんて明治以来3回ぐらいしかないですもん、うんうん、はっきり言って。いやだからここが大事なところで、その立派な帝国憲法を統帥権のところで解釈改憲しちゃったわけですよ。そうなんですよね。だから九条ひねくり回したりなんかしたのと全く同じなんですよ。そうなんですよ。でそれで実はその問題が今治ってるかっていうと、結局統帥権の独立の反動でまさに厚物を懲りてシビリアンコントロールになってるわけ。そこは変わってるんですよ。でもなんでああなったかっていうと、結局国家役人軍事官僚が変なことをやりこねくり回して負けてしまったわけなんですよ。その負けた反省したのかっていうと、最近までの日銀なんて関東区が、ね、びっくりするぐらいの独走してたわけです。俺これは知り合う前からずっとそれはこっちで言っていて、うん、財務省日銀っていうのは、うん、要するに関東区なんですよ。そうな、いや関東区よりひどい。で要するにその一概にいたのはダメな人たちだったのよ。そうです、前線でも使い物にならないダメな人たち で、うん、やってることは財務省日銀と全く同じ、数字をごまかす、うん、嘘を言う、はい、的を認めな、負けを認めない、うん、内部の処分をしない、うん、で内輪の論理だけでやたらと人当たりだけはいい、そう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 、で保身と組織防衛に勝った世界最強みたいな。で統帥権というか、要するにね、まあ、あえて言うとシビリアンコントロール、シビリアンコントロールとは要するに我々が選んだ、政治家が役人の首の根っこを捕まえるってことでしょ、うん、はい、これだったら、ね、もし失敗しても有権者のせいじゃないですか、うん、でも役人が勝手に突っ走っちゃダメなわけじゃないですか、うん、それが戦前のまさに軍部で、うん、朝日新聞はだから増税とかで財務省に関してこそ全然の軍部と同じですよ、ね、同じだって言わなきゃいけないわけなんですよ、うん、
で政治家総理大臣偉いんだもん、この勝つなんて偉かったらしいですからね。むちゃくちゃですもん ね今の木下さんなんてどうなんだろ そうだから要するに統帥権官邸のところから統帥権を守ってないんですよ。統帥って国の統帥を守ってないんですよ、うんうん、役所が、うん、だから結局あの戦前なぜダメだったかっていうと、あの結局はあの政治家がダメだったっていうに尽きるんですよ ね。だから軍事とか外交が分かる総理大臣がめったに出なかったって、うん、でたまに出てくるとすぐこけるっていう悲惨な状況になって、それは昨今の経済が全く分からない総理大臣が20年ぐらい続いて、だから財務省日銀にいいようにやられちゃうっていう、デフレなの増税とかわけが分かんないこと言って、でこの間にどれぐらい役人が突き上がって統帥権を外れて暴走してるかって言ったら、俺田中真紀子っていう人はかなり変な人だと思ってますけども、はい、あの新しい大学の認可の事件があってた、ありましたね、ね、はい、ね、で見たらもう学生の募集も始まってて、うん、教授も決まってて建物まで建ってて、うん、大臣ハンコついてくるわけで、こんなバカな話はないわけでしょ。そうそうそう、誰が許したのって本当そうでしょ、うん、まさにこれこそ統帥が外れたシビリアコントロール外れた暴走じゃないですか。そうだから今回の増税もそうですけど、既成事実全部作って、えこれに反対するんですかみたいな、うん、まあ、それこそ小泉さんみたいな変人だったらそれね、ひっくりちゃぶ台返しするでしょうけど、安倍さん良くも悪くもあの積み上げた議論好きですもんね、うん、集団的自衛権でもそうですし、あれはやられちゃった、本当にあの増税はやられちゃった、うん、だから結局積み上げた議論を持ちかけられて日本国憲法とか乗っ取っちゃったら集団的自衛権行使できないし、で財務省の言う通り積み上げた議論に乗っ取っちゃったらもう増税永久にしなきゃいけないしということで、政治家があの判断力ないとダメだし、うんうん、で戦前あそうそう、それであのなんで政治家はダメだったかということで、この帝国憲法の真実でやたらとイギリス憲法の参考文献が多くて、イギリス憲法の比較に時間かけてたんですよね。でこれ外人に言うと何当たり前のこと言ってんのって言われる話なんですけど、憲法は戦争に勝つためにあるんですよ、うん、じゃあ総理大臣って何のために仕事するのって言ったら、議会で演説して国民の支持を集めて税金払ってもらって軍隊に予算つけて買ってこいってやる。そうです。でこう戦争を始めるのと終わるのだけは政治家が決めるから、戦い方をお前ら自分で考える、これが統帥権の独立ですよ、ね、そう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 、そういうことです、うん、だから日銀の問題だって同じだって、景気を上げるぞって目標を決めて、あの俺が辞めろっていうまでやりたいようにやれと、うん、これがまさにあの金もう日銀なんて現代の軍隊みたいなもんですから、うん、だからあの白川とかいう人は、うん、じゃあもうあの永久戦犯ですね。そうですよね、うん、いや私菅直人さんの悪口をことごとく言ってるんですけど、一度だけ同情したのが、菅さんが円高対策で白川さんに会いたいって言ったら、忙しいからあの電話で15分ねって言って蹴られたって、何者なんだお前はって関東軍でこんなことした人一人もいませんからね。いや関東軍っていうのは実はもう一歩でも敵の城を落とす、張学良の城を落とせ、錦州城を落とせるのに、それ以上一歩でも進んだら死刑だぞって言われたら泣きながら帰っていくんですよね、うん、白川さんそれ何それ聞こえませんとか平気で言っちゃいますもん、ね、だから結局なんで関東軍を統制できなかったかっていうと政治家の弱さなんです。そうですね、本当に決断したら関東軍に聞くんですよ、うん、あくまで満州事変なんて全部脱法行為の積み重ねであって、ところが政治家軍事わかんないんだ、じゃ あのごまかしちゃえみたいなんで舐められてるし、政治家がね全然前線に行ってないんですよ、うん、前線行ってないんですよ。それでそれは全く同じで、あの移り落と竹島だってね、尖閣だって政治家が行かなきゃダメですよ、うん、俺竹島も尖閣も行ったし、そうやってティクリートも行ったけど、全部ね浅間山テレビとか話してるって、すっごい民主党のね軍事オタクが偉そうに喋るわけ。いやあそこ の奥さんっていうあの外交官が撃たれたんだ、あれは米軍に違いないとか言って、こう射殺区はここでこうなったから、すごいですね現場見てきてんですかって言ったら、はって言ってないのお前それ喋ってんのって言うんですよ。誰も行かないの、うんうん、僕が行ったのは初めてのあの現場は、うん、で彼を助けたっていう人にも血だらけの彼を助けたっていう人にも会ってきたけれども、全部そう。この間で竹島行くの移り音で止められてさ、まあ、保守と言われる方々稲田さんとかがさ、はい、だけどさ移り音で止められて、おめおめと帰ってこないで逮捕されてこようですよ本当に、うん、それぐらいだったらね、本当にねその辺のない右翼の市会議員なんかはね、あんた尖閣の登ったりするけどね、あるいは幸福なんとかとの人が行ったりするけどもね、はい、堂々と船組んで、あの国会議員だったら大臣乗せて行けばいいじゃないですか、うん、それでも向こうは撃ってくるかという話ですよね、うん、だから本当にね、あの昔の明治の政治家は本当にあのまあ前線を体験した人もいたからね、うん、だから言論なんてみんなね、あの刀くぐってますもんね、うんうん、そうなんですよ。で結局あのもう維新の幕末維新の動乱、本当自分で切ったハットの殺し合いやってた人がいなくなったらダメになってますね、うん、やっぱりあの外務大臣でいうと石井菊次郎っていう人が、まあ、最後のまともな人なんですけど、彼って北進事変の時に銃持って戦ってるんですよね、北京の55日の時に。これで面白いのが、あの明治の戊辰くぐり抜けた人たちっていうのは
頭は良くないかもしれないけど腹が座ってたんですよ ね、 そうですよね。大山岩なんかにしても、うん、責任は大岩取るから好きにやれ、これは好きにやれみたいな、うん、あでも頭も良かったらしいですよ。みんな教養人でもう漢文とか今でも残ってるのが優れてる。あそれだし英語だって結構喋れてたもん ね、 そ、 うですね。それがあの本当に軍を強くしようと思ったんでしょ、うん、それで地方の田舎秀才を集めるようになった、はい、賢い。そうだからそれがね、東条英機なんかその、まあ、典型なんです。つまり、うん、あ古才は聞くけれども、はい、腹は座ってないということで、まさにその東大が生んでる今の財務官僚の、うん、あれっていうのはそうなんですよね。そう学歴貴族が国滅ぼしたんですよね、うん、本当大正デモクラシー以降、うん、そうそう。でしかも陸海軍が実は一番その学歴貴族ぶりがひどかった、うん、だからね、変な話、阪神あの東日本大震災で自衛隊は獅子奮迅の活躍をしたじゃないですか、はい、ます。あれは本当に、ね、苦労をかいくくってきて、うんそれね、やっぱり、ね、超エリート集団じゃなかったんですよ、まだ、うん、だから、ね、腹はものすごく座ってそうです、ね、俺むしろ今すごい自衛隊人気があって立派な人たちがいっぱいっていうか、むしろ心配ないぐらいでね、将来ね。だから田村さんみたいな変な人がねいるぐらいの自衛隊だったから、あの本当はあの任侠道でやった世界ですからね、うん、から本当はね話してると感動しますよ自衛隊は、うん。それとそのもう一つね、はい、読んでて思ったのがその、まあ、帝国憲法が一つ、はい、それともう一つはやっぱり天皇陛下の存在、はいうん、というのと、それとですから主権の問題、うん主権と統治権の問題、はい、そこのところをちょっと教えてほしいんですけれども、あ、はいはい今日本国憲法は主権は国民に存するっていう、それは明記してますね、はっきりと書いてます、ね、うん、でも国民って誰、そうなんです、誰っていうこと、選挙で選ばれた総理大臣になっちゃうんですよ結果的に、うん、じゃあ菅直人を我々は選んだ覚えあったんでしょうか、その東日本大震災で。むしろ総理になった直後の参議院選挙でやめろと言った覚えはありますよ、ね、うんうん、でそうなると主権はですね、はい天皇陛下は住民票も終わりにならないわけ で、 です、ね新聞によっては人権もないんだなんて書いてるわけで、まあ、事実として人権なんてない、義務だけあって権利ないですよね。そうすると天皇陛下は国民の一人として主権の一端を担ってないのかって話になりますよね。そうなんですよ、本当に、まあ、それ学問的って法理論的におかしいですよね。そうなんです、はい、うん、で戦前 の、 あの明治大帝などは、はいだから朝新聞読んでるとなんか独裁者みたいに主権、うん、独裁者みたいに主権があるかのように朝日なんか書くじゃないですか。書きますけどね、はい、チンガチンガって言えば何でも動いたみたいな、そんなことはありえない。226事件の時とそれから御政壇の時のこの2つしか、うん、あの肉声で少し影響力をそれも影響力を行使したぐらい、うん、ここぐらいしかないわけですよね。普段から限られた内相っていう時には大臣に対して、まあ、自由に物言うことで、ってイギリス流に言うと警告する権利、激励する権利、そうですそうです、相談を受ける権利はある。でもそれ大臣聞かなくていいんですよね、うんうん、単にあのイギリスの国王は外交問題とかだったら世界の元首と親戚で知り合いだからすごい重みがあった、だから大臣が聞いてたっていうだけであって、別に聞く必要ない。で明治の日本もそうなんですよね。でもこれこのシステムって王様と大臣の両方が履行じゃないとダメなんですよね。で明治の時はそれ両方履行だったと。とは昭和の時は昭和天皇が何言ったって進化がバカなんで何言ってるか分かんないと、うん、で機能しなくて、で226とかあのあだから、ね、の時だけ昭和大体系の言葉残ってるのを聞くと本当歯がゆそうね。そうです。だ大臣たちが理解できないから、あの陛下の言うこと聞きますって言って全然逆のことやっちゃう、うんうん、何を聞いてんだ。そうそう、君たちはっていう、あのアメリカ大戦なんてどう見たって、うん、あの反対のことをやろうとしてるのにこっちに行っちゃうっていう、なんでみたいな。もう午前会議で5を煮やしてお前ら分かってるかって和歌読んで全員泣いてて分かったかなと思ったら、じゃあ回線でって聞いてたのかお前ら、人のお前君たちの涙何みたいな。昭和天皇がそのネトウヨの口調で本音書き残してた、すごい激烈になったでしょうね本当。いやだってご先祖様から受け継いできた国をバカが全部破壊していって、それに対して何言っても聞いてもらえないっていう、辛いっすよね。じゃあね、実はあの僕この間の原発事故の後、はい、それから東日本大震災の後、あの昭和 今の陛下が、ビデオの前に、はい、ビデオメッセージ、あれを僕は平成の玉音放送、私もそう思います、はい、言ってるんだけど、うん、いざという時にはお出ましになる。そう、あれも同じことなんです。大和島根の国土の一部を失ってしまったんですよ。そうです。これは昔だったら為政者って菅直人以下は腹切らなきゃいけないよ、うん、最後は拳銃自殺じゃいけないよ本当はね。いや本当それを最も責任を痛感されているのはもう天皇陛下 で、 そうなんです。歴代天皇は天災が起きると私に得がないからだって自分を常に責める。
や本当結構125代も天皇陛下がいらっしゃったら、まあ、変な人もいますよ確かに。でも結構いろいろ性格的に問題がある人ですら、あのこんな天災が起きて民が苦しんでるのは私のせいだって日記に残したりしてるんですよね。でいろんなお祈りしたりとか、あの貧民救済とかやったりしてるんですよ。でその戦前賢い人同士の内装は役に立ったってじゃないですか、明治は、ね、明治ね、はい、明治ね。で今回あの原発事故の後陛下は徹底的に専門家お呼びになってる、はい、つまり内装に来るような政府のバカで役に立たないから、うん、直接自分で内装の場をいわば私的に作って、うん、はい、大変なことまでご存知だったと、うん、いうことで朝日新聞たまには行きじゃ、あのプロメテウスの罠という連載で、はい、その時の宮内庁の動きを全部書いてるけれども、もう素晴らしい。それでその上で美女の前にお立ちに、うん、そうなって、で政府の背の字も言わずに、地方自治体は頑張ってくれてるといい、地元の人も頑張ってる、そして自衛隊、真っ先に自衛隊がよく頑張ってる、自衛隊、警察、消防、海上保安庁っていうようなことを順番に自衛隊って言ったところで、うん、もうあれでもう10万自衛官は奮い立ったらしいですよ。うんうん、まあ、3回ですか毎日レトルト商品食ってて、ね、口内炎になる隊員続出でも頑張った。最後皆さんが被災者の方がご飯食べるまで食べない、うん、見えるところでは食べない、風呂も入らないと、うん、いうことで、うん、頑張ってくれたわけですからね。いや本当これあのすごい現場の隊員は絶対的に偉い、でもこれ特攻隊と同じ で現場にで頑張ってる人は偉い、でも生かした人間どうなのって、まあ最高責任者は菅直人であり、でそういう人から予算取ってきて物資を与えられない自衛隊の幹部何なんだと私は思うんですよね。でもこれ震災だからあの口内炎で済みましたけど、戦争だったらガダルカナルの再現ですよね。そういう反省をしたんですかなんですよ、うんうん、あの戦争を反省するってことは、うん、その通り。別にもう一回今から攻め込んで外国が攻め込んで勝てって話じゃなくて、戦争に負けないようにすることが真の反省だって、で震災の時ですらこんなひどい目になっていると、この反省が憲法論なんですよ、うんそううん、だから東京裁判は自分でやんなきゃダメなんですよ。そうなんです本当に、ね、それでそれはその戦争の総括もそうだし、うん、かつても失われた20年の総括もそうなんです本当にそうだし、うん、大震災と原発の俺もそうだし、うん、原発の総括で吉田さんの調書を隠して出さないって、これ全く戦前と同じ、戦前とか戦後の反省者と同じ体質ですよ、うんうん、いや本当もう東電なんて末期帝国海軍とどう違うのかなと思ってるんですけど、ね、本当福島フィフティとか吉田所長とかもう身を挺して原発に飛び込んだ人たちは絶対的に偉いですよ。じゃあその時東電の社長さん何をやってらっしゃいましたですよね。存在そのものが風評被害みたいな上層部だったじゃないですか。だからあれですよ、その日本人って、ね、すぐねそういうね軍心を作っちゃう、うん、で広瀬中佐さんのね、ええ、なんだろうっていうのは確かにそれ立派ですよ、うん、立派ですけれども、うんとそこでちょっとねあの感動して、でその他のその人たちがそうせざるを得なかった、うん、あの膨大なあのバカどもを、うんちゃんと裁かないんですよ。特に昭和なんだこれ。昭和はそうなんだ、まあ、日露は頑張ったから嫌だけど、西日露昭和だからそれで吉田調書出さないって、うん、終戦直前にちょっと終戦直前真っ赤さ来る前に市ヶ谷の庭で秘密書類焼いてたのと同じですよ。本当にバカバカしい本当にいやだから本当天皇陛下から見るともう歯がゆくてしょうがないと思うんですよね、うんうん、であの天皇陛下でいうとそう226と終戦のご聖断の時それはなんで天皇陛下が出てきたかっていうと政府が麻痺してるんですよね、うん、政府がもう存在226の時なんか存在しないし、終戦のご聖断の時なんて国そのものが滅びるかもしれない、そういう時に本来の統治権者つまり日本国の本来の持ち主である天皇陛下決める、誰も文句言わないと。だから今の憲法だったらビデオメッセージが限界なんですよ。そう何もできないんですよあれ以上。でもそれでもあの自衛隊があれだけ頑張ってから奮起したり、それから毎週のように行って膝をつかれて被災地へ回られて、あれであの本当にどれだけ励まされたかということでね、うんうん、あの、うん、あれあの昭和天皇も昭和大帝もですね戦後すぐに全国ご巡行、そうです、僕は昭和大帝が亡くなる前にもうそろそろだろうって失礼ながらいうことで文芸春に行った時にその足跡をずっと歩いて、うん、まだ当時は特殊あった人たちも残ってましたね。でマッカーサー GHQ は幹部はマッカーサーにそんなこと許しちゃダメでしょうみたいなこと言ったらしいんだけど、うん、マッカーサーはいやどうせ石投げられるから言ったそうです。そしたらそんなもう万歳観光の嵐であれで復興が始まったんです。そうですよね。最初にこれもいわきの福島原発があるから運命的なもの感じるんだけど、最初に行かれたのが、当時のエネルギーの、最大のポイントであるいわきの炭鉱だったんですね、うんうん、でそこでですねその甲府たちについてたくましさを読まれた。
それと同じ歌をあの震災の後、今の天皇陛下も読まれたという、うん、王式って言ったんですね、うん、王式って言ったんですね、それ読まれたということで全部そういうふうにつながってるんですよ。そうなんだ。からどんなバーがね、バッタモの憲法でね、その8月革命だなんだって言おうと、うん、ずっと日本国の魂ってつながってる。そうですよ、まあ、天皇陛下皇室さえあれば日本国は残ると思うんですけど、うん、ただ憲法論議をするときに、その憲法や憲法そのもの、政府そのものが崩壊したときにどうするんだってことを考えてますよ、うん、いや自民党会見を批判した、まあ、他社さんの本で出したんですけど、間違いだらけの憲法改正論議ってキャッチコピーが、その憲法菅直人さんが首相でも大丈夫ですかでした、うん、いや自民党、申し訳ないですよ、自民党っていう党はあの絶対政権交代しないことを前提に法律とか作る癖があって、じゃあ自民党会期案で菅直人首相だったら大丈夫ですかって、この間一回そうなっちゃったからね。そういや、うん、それ全然反省してないですよ、自民党も与党も消してて、うん、では全然褒める気にならないんですけど、うん、それいや、うん、機密方法とかね、そういう政府の統治機構を管理する法律はちゃんと作ったのがダメ。そうそう、政権交代しても、うん、この間みたいにああいう左翼ってさ、あの角丸でも中核でも秘密を作ることで、秘密ごっこすることで、はい、自分たちの力だと思ってるから、うん、ああいうことになっちゃうわけだからね、うんうん、いやだからもう本当、帝国憲法って実はスパイ防止に関してとんでもないところに入れてて、あの議員の不逮捕特権ってあるじゃないですか、はいはい、あれ今帝国憲法の条文だと、あの不逮捕特権の例外が現行犯と外観誘致のスパイなんですよね、うん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 、だから現行犯とスパイやったやつは不逮捕特権ないぞという形でスパイはダメだってさりげなく入れてるんですよね、うんうん、でその部分を今抜いてるんですよね、日本国憲法。あ、だからそのスパイみたいな政治家が政権にいても構わないってなっちゃう。いや、スパイみたいじゃなくて、あのそのものそのものは結構いますけどね、うん、みたいな感じになってますよね、うんうん、本人がスパイになりたくてなったんじゃなくて、うん、ちょっと平壌や北京で写真撮られたとかね、うん、そういう人たちも自ら志願してるんだったらまだ救いがあるんですけどね、うん、隙が甘いというか。いや、それで震災の話でいうと、私あの山本権兵衛さんを本当すごかったなと思い出すようになりまして、実は関東大震災の時に総理大臣いないんですよ、うんうんうん、あの前の加藤首相が死んじゃって対面効果だけ下ってたけど、二大政党がどの大臣によこせみたいな話で組閣がまとまらない時に起きて、で内閣が存在しないんだけれども、こんな大震災が起きて枢密院も開けないから、もう山本権兵衛は対面効果を受けてるから、もう即座に組閣を完成させて、で枢密に開けない時の規定がなかったんで、じゃあもう私の責任で戒厳令します、緊急勅令130本出してるんですよね。うん、もうね、あのどこぞの呼びかけば姉ちゃんの蓮舫とは全然違って、私の責任であるんだって言って、法律の根拠がないから今だったらできないんですけど、勅令があるからね、うん、でそれをもう私の責任でありますって言って、で当時の憲法学者何言ったかっていうと、総理よくやったと、うんうん、法律の欠陥を自分の責任で補った総理をけなすような法理論はないって、身延佑一なんか先陣切って言ってるんですよね。あれだからあれですよね、その陛下は責任を取らなかったけど、逆に勅令という権威を貸すことによって、そうなんですよね、最高統治者としての役割をそこでも果たしてるわけ。そうなんですよね。でそこで総理大臣がいない場合だったら226とか、まあ、終戦の御誓願みたいなことができるんですよ、うんうん、で今の憲法って本当天皇陛下をそのまさに宮沢俊雄氏の言葉で言うと目くら板を押すロボット、内閣法制局の言葉で言うとヘッドにしてるんですよ。ヘッドです。内閣法制局公式権限ヘッドです。だから日本の天皇陛下暴走族の目玉なんです。関東連合ですかね。そうそう、関東連合じゃないんだよ皇室はっていう。ヘッドシンボルでもなくヘッドです。いや元首か天皇は元首かどうかって質問に関して、いやヘッドと言って差し支えないですって当時 の法制局が言ってますね、答弁として。へこんなバカな国あるのかっていう。いやだから書いたようにそのことも含めて、英語っていうのは割と性格を記さなきゃいけない言葉だから、さまざまなことの表現とか説明とか、うん、それからその条文を英語にすると、まあ、こういう条文は汚い英語だし、もともと日本語憲法、日本語憲法はね、他のことも説明に窮するんですよ、うん、だってさ自衛隊でさ1位2位3位って運動会みたいなこと言ってるけどさ、はい、2位はさ中尉殿でさ、誰がどう言ったってルテナンなんですよ、うん、でその名前で外国と一緒に合同演習してるわけじゃないですか。そうですよね。それなんでうちに向いて2位って言うんですかね、うん、そうなんです。
いや英語にしたら普通の軍隊と同じ階級だよね。そうです、同じ階級だけども。昔の共産党なんて英語にしたらお前全部同じじゃないか、ふざけんなって攻撃してましたけど、最近なんか共産党もなんかお勉強が足りないみたいで、自衛隊が弱くなったと思って油断してるんですかね。だけどあの指摘してますね、自衛隊は軍隊ではないから。そうそう、軍隊の資格を周り国際社会全員から認められてるのに、いや私は軍隊じゃありませんって何もしてない国内で。だから戦争になったら困るよ。そうそう、厳密には国際法的にも困るよと。どうするんでしょうね本当に、ね、すごい武器持った警察なんですよね自衛隊って。そう、警察かあるいはザ・ガードマンか、あるいはアメリカの傭兵かみたいな、アメリカ、イラクで使ってた傭兵みたいなもんね、傭兵会社みたいなもんね、国境警備隊みたいなもんですよね。だからさ、シナあたりが厳密に法理論を持ってちゃやばいですよ。だってお前軍隊じゃないって言ってるじゃんって。そう、石破さんが集団的自衛権行使できる条件を列挙してパンフレットしますって言ったらしいんですね。それ私が中国人だったら熟読しますね、それの裏書けばいいんですよ。その通りですよ。玉上さんが石破はバカだとか講演で言ってたんで、いや玉上さんちょっとお言葉ですが違います、石破さんは中国のためにやってるスパイであってバカじゃないと思いますって言った玉上さんは倉山さんそう言いますけどね、その通りですよって言ってましたそうなんだ。だから本当にその自衛隊員を危うい地位に貶めていて、だって今の集団的自衛権の議論だってすればするほど、そう、自衛官をいざという時危険にさらしますよ。でしょ、だから戦場に送るなとか、戦後一人も死んでないとかっていうことは偶然の結果論であって、で朝鮮戦争の戦死者もいるわけなんだから、だからそれだからそういうところ本当に知らないで書いてきちゃうよね最近ね。怖いですよね。いやだから PKO とかでよく前方後方っていうじゃないですか、あれ位置関係だと思ってる人いる違いますからあの前方後方っていうのは任務ですから、後方って英語にすればロジスティックスですから、だから現代戦っていうのは後方の方が真っ先に狙われますから危険なんです。上飛んでいる後方からね。そう、位置関係だからずっと後ろにくっついてアメリカ軍の後ろに背中がくっついてると勘違いしてると。それはフランス軍についていってる売春婦ですから違うか昔フランス映画見たらみんなついていったよね外国人ね、売春婦と神父がついていくよ、ね、うん、そうなんですよね、うん、いい、あ、まだのところなんかまとめた、まとめましょう、なんかまとめる必要があるのかみたいなまあ逆にこんな感じのザックバランの言いたい方なんだ。1時間半もこんなことをずっと喋り続けられる2人っていうのは、しかもシラフで、しかも紙も見ずに、そう、何の打ち合わせもせず、紙も見ずに条文化ないからペラペラ出てくるという。とはいうもののですね、あの奏者さんの担当の犬飼さんが作ってくれたシナリオは10の9の1ですね、8終わってるんですね、こう見えて、実は。そして最後にですね、勝谷さん締めていただきたいんですけど、日本を保守したいって目覚めた人いるじゃないですか、そういう人は、そういう国民は一体何をすべきなのかっていうことをメッセージを最後に。ああ、保守とは強要である、保守とはへりくつではない、威張ることでもなければ強がることでもない、この大和島根に伝わる文化を心の底から愛して学び、漢詩の一つも作れ、和歌の一つも読め、そしてこの国の歴史をまともに近代から今に至るまで、語れる人が、保守ですね。深い、こんな綺麗にまとめていただけると思いませんでしたがまあいい話のところなんでここで締めてさせていただきます。不走者コンテンツチャンネルクラー特別対談このあたりでさようならというふうにさせていただきます。ありがとうございました。深瀬さんありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました。また。